ウェーブランドはイギリスの北西沖、イギリスとアイスランドの中間に位置するロッコール島に存在し、グリーンピースがかつて独立国家と主張していた自称国家。ロッコール島1997年6月10日に4人のグリーンピース活動家が北太平洋海域における油田開発を妨害する目的でロッコール島にヘリコプターで上陸して42日間にわたって、 太陽光カプセルに止まった。その結果、新たに占領の最長記録を作ることに成功した。グリーンピースは、この記録によって、ウェーブランドとしてロッコール島を要求したが、英国政府に無視された。グリーンピース専務理事、クリス・ローズは、我々は、ロッコール島自体が欲しいわけではないが、石油は、交易のために温存しなくてはならない。 開発の脅威から解放されるまで私たちが借りておくと英国のトニー・ブレア首相に話した。新たなプロジェクトはロッコール島で国旗形容式から始まった。インターネット黎明期に誕生したオンライン仮想国家だった。1万5000人が市民権証明書を受け取り何百冊ものパスポートが発行された。ウェーブランドはグリーンピースの外部で数年間生き続けた。 しかし、1999年にこのプロジェクトに投資していた会社が破産。その後、非常に限定された形で復活した。waveland.org で市民権を申請することができる。最長部は23メートル。周囲は断崖絶壁で1年を通して荒波が打ち寄せるため通常は人の住むことができる環境ではない。 だが1997年に上陸したグリーンピース活動からは岩棚に自分たちの家を作ることを試みた。彼らの家はリラックス用にセットされた2脚の青と白のデッキチェアと共に小さな太陽光カプセルだった。ありがとうございます。